ニーマールユナイテッド合意開始について、合意開始 <laughs> 合意報道が出てるって感じでしょいや、合意はね、もう、期待はしたいよ。それはサッカーファンとして。お、合意来んのかみたいな。で合意で来ないパターンめちゃくちゃあるから。<laughs> そうそう。だからもう獲得みたいな、なんかロマーノさんとか、BBC とか、それスカイとかそういうところが、かなり、まあ、信憑性出てきてからでいいんじゃないかな、みたいな感じですけどね。チェルシーだ、ユナイテッドだとか、いろいろ話出てくるけどね。 あとはあれですよね。そこに乗っかって話すんだったら、ネイマール来て割り食うのって、ラッシュフォードだったり、サンチョとかになって。ただ、ネイマールの場合トップ下できるけど、そこってブルーのいるから、で、右ウィングアントニーいるじゃん。だから、怪我してないと誰かしら出れなくなるのって、ちょっと寂しいですよね。で、サンチョが、あの、サンチョって結構ネイマール的な選手ですよ。中に角度作って、ぶち抜くスピードみたいなのはラッシュフォードみたいにないけど、相手見ながらドリブルして周り使うみたいな。 アシストスもド,ドルトドントの頃とか多くて、そこでね、評価されていナイティと来たし。ただ、テンハグの場合、押し込んだ時217とかみたいなフォーメーションになるじゃん。サイドバック上がってくるから、その時に内側山頂が取って、外側サイドバック使うとか、なんかその、臨機応変に色々取ってよくて、結果一番得意な左で角度作った状態での仕掛けっていうのが、なくなっちゃってるとがあるんで、それがネイマールの方が外も中もどっちも使えるんだよね。 ラッシュオードいる場合、ラッシュオード左ウィングの真ん中に今あるのが機能するから。あとはね、そこ、あと天白のね、マネジメントがね、ちゃんと天白が思う通りにさせてあげるかどうか。ポグバがわがまま言った時に、モーリーニョが言うこと聞かせらんないみたいな。だあれって結局、モーリーニョに権限与えなかったユナイテッドのせいなんで。で勝手なことすんなら出すよっていう、アルテタがエジルにやったこと。オーバーメアンにやったこと。あれをさ、アルテタ、あんだけちゃんとやってたのに、 あなたの独裁じゃないですかとか、権力見せようとしてるんじゃないですかって言われてたじゃん。ああいう風にならないようにしてあげなきゃいけないんだけど、そうできるぐらいの組織がユナイテッドで今成立してるかわかんないというか、なさそうじゃん。どうなんだろうね。まあ、それを天白が変えてったのか、変えるから天白が来たのかわかんないけど。 そうだね、ネイマールが入った時に、ネイマール昔ほどわがままじゃないけど、それでも試合使われないとか、監督と教え子のしっかりね、上下関係みたいなのができてないと、マネジメント苦しくなるし、天白がいらないって言ってる人を取ってきて、それで変なになったとしたら、天白苦しむだろうからね。だからそこは天白が容認してちゃんと取ってるかどうかっていうのは重要ですね。ネイマール対談でファリアオリース獲得に本腰入れるみたいな。ネイマール対談をするとしても、まあ、どういう布陣にするかだよね。だからもう、あれでしょ スタープロジェクトからもうカタールワールドカップも終わったし、エンバペ中心にフランス出身とかの若手集めてやっていくみたいな、そういう感じでしょ、多分。多分だよ。パリの名前がね、上がってくる名前がしょうがない有望な若手で、だからあのね、エンバペが赤レンジャーのね、コレンジャー作る感じっていうか、もうエンバペがリーダーでっていう、ちゃんとそこを明確にするみたいな。いいと思いますけどね、それで。あとはネイマールどこ行くかだね。 イイテッドとかなんのか、ね、サンチュが調子悪いしもラシオードと被っちゃうからな2ミーマルどこが合いそうですかえー、でももうどこに残ってるあ<と>あでも左ウィングだったらバルサー <laughs> 絶対行かないだろうけどバルサーってアンスパーティが万全になってないしね右利き左ウィングでこの人っていう人いないよねガビを中盤に戻すんだろうねしねポジション的にしっくりくるのバルサーだけどな2ルが出てけみたいに言われてるのはもう記事へ出てましたね サポーターから。メッシはね、もうクラブからね、2週間謹慎処分、活動停止処分みたいな。あと、他に出てきたあの、地元のジャーナリストのやつだと、エンバペ以外もうスターいらないみたいな。若いフランス人の選手を取るみたいなね。そっちの方にもうなんか、シフトしていくみたいな。結構、ワールドカップ終わったこととかも大きいのかなって思いますけどね。ペラッティも批判の対象になってえ、ヘイマルがもう30ですよ。 パリのファンが会長とメッシュらの対談要求してるそうですが、先週まで対談させる必要ないですよね。いい監督呼べって言うべきですか。え、でもこれ、会長もメッシュもいなくなって、今の会長いなくなったら金なくなるんだよ、ぱり。な、なんで会長こんな言われてんの会長がこんなに言われ出してる理由みたいなのがさ、パリ・サンジェルマン、ウルトラさんの怒りが爆発。メッシュ、ネイマール、ベラッティの対談と会長の退任を要求。一年中我々を恥ずかしめてきた。 え、どういうことなんだろう普通にあれ ?CL がダメだったからみたいなことかな ?CL ダメぐらいだよ。だって今はね、優勝のね、目は一番あるわけだし。そんなに怒るっていうか、こんなもんじゃないみたいな。じゃあ、バルサはどうなる具体性がないですよね。<laughs> 今の、この、カタルマネーがさ、入ってくる前のパリ・サンジェルマンってそんな強いクラブじゃなかったからさ、もう今十分強くないみたいな。で、強くなったり弱くなったりってもうさ、 それこそあのね、その時の監督選びだったり、まあ、レオナルド時代のあれもあったりとかさ。なんかちょっと、ね、美味しいものを食べ慣れすぎてというかね、舌が肥えちゃったんだなと思いましたね。本当にリーグ取るのは当たり前で、言って言えばもう CL からが、CL のベスト16からが俺たちのシーズンみたいな感じだから、そこで早めに敗退したからね、でネイマールいて、エンバペいて、メッシーいてだから、 期待がどん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 大きくなってきて、それでこれかいみたいな。それで怒ったみたいな感じなんだろうね。ユナイテッドのトップは僕見てる試合だとね、やっぱベグホルスト好きですけどね。ネイマールがね、パリから移籍するんだったら、ユナイテッド言われてて。え、でもユナイテッドにネイマール来たらラッシュフォードが一番いいの左ウィングだから被っちゃうな、みたいな。で、ネイマールトップ下だとブルーノが一番いいのトップ下だから被っちゃうな、みたいになりますよね。右はね、アントニーに140億だっけ。めちゃくちゃ使ったじゃん。 ラッシュとーそっちやらせの前だし、山頂そっちもあるだろうし。そもそも山頂がね、ネイマールみたいな感じですからね。ネイマールパリから出るっていうのはあるんですかね。僕はないと思ってるんですけどね。ネイマールの移は。でも、そんな、思っててバルサからネイマールね、パリ・サンジェルマン行ったからね。だって、左ウィングとトップ下で空いてるチームなんてあるネイマール雇えるくらいのチーム。だからチェルシーってなってくれな、ね、そうなってくると。<laughs> スターリングだとちょっと弱いから。 正直、トットベーリーね、若い人たちでやりたいわけだからな。どうチェルシしもないのか。あ,あ、ムドリク、そうだよね。一番ムドリクいるよね。ただ、ムドリクめっちゃ出て行きたがってるっていう。<laughs> そっか、ニューカッスルか。サンマキシミン出して、ネイマール。あ、ニューカッスルネイマールは確かにあるな。